はい、どうもキングです。今回はこちらベイブレードバースト B13 ブースターバルキリースプレッドサバイブの開封紹介です。まあね、ブースターは最初の4機で、バルキリー以外全部出てたので、やっとバルキリーが出たって感じですね。こちらブースターなんで、ライトランチャーはついてきません。でも初めてね、こちらブースターを開封するので、ここに、シールとなんか福引きのやつが入ってて、なんだっけ、バルキリースプレッドサバイブだっけ。はい、じゃあシール貼っていきます。はい、できました。バルキリースプレッドサバイブで、ここのねシール部分がちょっとずれてて、こっちが黒しかなくて、こっちが白、こっちが正解ですね。はい、まあしょうがないです。で、全然違いますよね。同じバルキリーでも、もう赤、青みたいな対照的な感じですね。後ろはこんな感じです。これスタミナタイプですね。じゃあ早速このこいつと、じゃあちょっと何個もやってると時間があれなんで、バルキリースプレッドサバイブとこれでいこうかな。ん？違う、これはめんどくさい。じゃあやっぱこれデスサイザーオーバルアクセルでバトルしていきたいと思います。じゃあバルキリーから撃ちます。ということで、ちょっとこっちのいいとこが見せられなかったですけど、まあ色合いがすごく好きです。はい、改造次第では強くなったりするんでね、ぜひ買ってみてください。ということで今回はこちらのバルキリースプレッドサバイブの紹介でした。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。